先生、僕一般入試で、社会で、早稲田行くんで、学校の数学のテスト40点でいいっすよねみたいな子はいけます。まだま、なんかそのイエスかノーで答えれる質問で来るとかだったら結構考えてるなっては思うと思うんですけど、どうしたらいいですかってなると自分のためになんないよねっていうのはすごいありますね。いきなりガン無視して資料集買って読んで読み込んでですとか、待て待て待てみたいな。皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの石原です。今回平野さんとのコラボ動画、第2弾ですかね。そうです、ね、結構前に、撮らせていただきましたが、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、平野さんの方が、教育百貨店というチャンネルで主に塾講師の方とか塾経営者向けの動画発信をされてて、平野さん自身は塾をやってるわけじゃなくて、塾のコンサルとかそういう情報発信をされてるというところなので、はい、まあ、今塾をやってない平野さんだからこそ言えると思うんですけど、はいはい、実際ね、はい、昔大手塾で勤務されてたと思うんで、塾に行ってるのに成績が上がらない子の口癖3選っていうのを当時の記憶を思い出します。なるほど。はい、今ねちょっと多分ね、塾やってる人にやったら聞きにくいかなと思って。あー、はい、確かに。はい、 お前らが何とかしろってなるじゃないですか、はい、そんな、はいはい、なんか YouTube で語ってんのみたいな。はい、なんで当初のことを思い出してもらって、ちょっと3つねお話しいただければいいのかなと思いまして。わかりました。はい、で、まあ、この動画見てる人は、ああ私言ってるわとか僕言ってるわとか、まあ、自分じゃ気づかない場合も多いかもしれないんですけど、友達言ってるなとかだったら教えてあげたり、こっそりこの動画を送ったりしてもらって改善にね努めてもらったらいいなと思うんですけど、はい、やっぱ心の持ちよう、マインドっていうのが言葉に出るので、成績の上がらないマインドの言葉に表れてると思うんですね、うん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 、なんでそれをちょっと3つ、元塾講師でバリバリやってた平野さんにお伺いしたいと思います。わかりました。はい、まあ、僕もちょうど大学受験科だったんで、はい、その辺は親和性はあるかなと思うんですけれども、はい、じゃあまず1つ目いきましょうか。はい、先生、はい、学校の定期テストはどうしたらいいですかって聞いてますね。受験勉強との両立みたいなところですか。まずそもそも定期テストを頑張って推薦を取るのか、はい、定期テストもやった上で受験勉強も頑張るのか、はい、定期テストは赤点ギリギリちょっと上を狙っていって受験勉強にもっと時間を割くのかっていう、はい、まず基本この3択だと思うんですけど、この簡単な3択をまず自分で考えられない子が多い。なるほど。多くはないですけど、選択肢が少ないんだから、はいはいはい、自分で考えてよってのも思うんですよ。私立文献の子が、はい、もちろん学校でテスト数学あるわけですよね、はいはい、1A2B があったりするわけですよ、はい、その時に数学 1A2B で、はい、その本気を出す意味がどこまであるのかをちゃんと考えてない子っているんですね。あ、そういうことか。指定校狙ってるんだったら、うん、やりなさい。やるし、うん、で考えてないんだったら、はい、もうそんなもんはもう32点ぐらいになるように時間調整してやれよと。30点下回ったら赤点になっちゃってまずいけど、赤点ちょっと上のね、うん、まあでもその定期テストってっていうのもそうですけど、まあ、どうしたらいいですかっていうのが多すぎると自分で考えられてないんでしょうね。そうですね、まあ、自分で考えられてなくて、はい、先生の指示に従えば、うんうん、何でもかんでもうまくいくと思ってる。確かにね。あ、かなと思います。確かに。それがまあ勉強の姿勢にもつながってきますもんね。そうです、そうです。だし、まあ、ただ自分で決めて、なんかちょっと失敗するぐらいだったら、先生に聞いた方が正しそうみたいなのあると思うんですけど、まあでも結果自分で考えて決めてっていうね、選択と決断を多分繰り返しないとね、受験勉強とかでも、まあ、最適な勉強法見つかんないですし、大学行ってからも苦労するんで、あと先生たちに正解を求めちゃってるというか、まだま、なんかそのイエスかノーで答えれる質問で来るとかだったら結構考えてるなっては思うと思うんですけど、どうしたらいいですかってなると、そう。まあ、そうなんです。いいんだけど、みたいな、自分のためになんないよねっていうのはすごいありますね。わかります。はい。先生、僕一般入試で、社会で、はい、早稲田行くんで、はいはいはい、学校の数学のテスト40点でいいっすよねみたいな子はいけます。はい、で、はいどうぞーって言って、ね、感じですね。ね、はい。では二つ目お願いします。はい。はい。先生、覚えられません。覚えられません。はい。覚えられません。はい。はい、まあ簡単に言うと、はい、僕は英語なんで、よく英語で遭遇するんですが、はい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 、単純に言うと、はい、まあ英単語、はい、熟語、はい、まあ構文、まあいろんなものですね。はい、この辺が、まあ覚えられなくて、はい、毎週ある小テストをクリアできない子ですね。はい、ああ、覚えられませんって言うんですか、うん、なんでできないんだって言ったら。そう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 。で、点数悪いから呼び出して面談するんですけど、はい、勉強やってんのかって聞くと、やってますと。はい
はい、じゃあなんで先生こんな何週も連続で悪いんだって言うと、はい、いやもう覚えられないですよみたいな。いや、まあ、じゃあ待って待って、はい、覚えられないんだったら、はい、覚える方法考えようよ、はいはいはい、で覚える方法が分かんないんだったら、はい、早く聞かないといけないよね。確かにもう自分のことやのにもうなんかお手上げ、むしろちょっと人事みたいな。そう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 です。僕は別に全員の記憶力が同じだとは思ってません、はいはい、スポーツが得意不得意とか、はい、絵が得意不得意、はい、ありますね。ありますんで、暗記が得意不得意、はい、あると思いますよ。あるのは分かるんですよ、うん、姿勢の話、うん、そう、姿勢の話です。誰の受験って。そうそういう子は確かにまあ直結しますね、成績上がらないっていうのね。そうなんですよ。あ、そうそう。で、僕、前の担当なんですけど、はい、社会の科目ですね、はい、もちろん中身は見えないですよ、分かんないですよ、はい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 、もう覚えてないんで、はい、分かんないんですけど、教えてますもんね、はい、でもどういう勉強したら、偏差値が60突破して、65突破して、70ぐらいに近づくかみたいなのは分かるから、それを、英語もやってあげてるんだけど、文献の子はさらにサービスで、この時期にこの辺までやって、これで仕上げなさいみたいな、指示を文献の子には出してあげるんですね。で、その指示通りに参考書を問題集に買ってきて、その指示通りにやってくれる子、はいはい、なんだったらここまででいいよって思ったのに、うん、それを先をこう見越してもっとやってくる子とかは、ああ、分かりそうだなと思うんですね、はいはい、ところが行った量の半分もやってこないとか、はい、で、なんかあったって言うと、はい、いや覚えられないんですよ、はい、いやいや待て待てと。なるほど、ね、このクラス20人いて、はい、15人ぐらいがちゃんとみんなやってきてるのに、はい、君やってこれないってことは、うん、もう受験を諦めるのか、はい、下のクラスに落ちるか、はい、選んでる。まあそうだよね。で、下のクラスを選んだらもうその時点で、まあ難関大学にはあまり行ける確率はないのかなって思います。なるほど、はい、まあ身から出たらサビみたいな感じで、ね、まあそうですね。誰かが何とかしてくれるって思わない方がいいとも思いますし、せっかく受験ってたくさんの正解を持ってる人が大人たちがいるわけじゃないですか。で、クラスの周りにも自分より賢い子がいて、いくらでも聞けて新しいヒントを得られるのに動けないっていうのが多分幼少期のね、育ち方もあるとは思うんですけど、うん、先生の方が先に気づくってまずいですからね。その時に自分のことなんで他人に先に気づかれる、うん、まあ、そのための単語テストとかがあったんで、うん、塾の人の機能はしてたと思うんですけど、もしそれがもうそれすらなかったらもう全く覚えられないまま入試まで行っちゃったと思うんで、だってできないんですもんとかそういう系のことで放置してることがある人はぜひ気をつけてください。何もしないで今より成長するというのはないので、ぜひ誰かにまず相談してください。はい、というので、まあ、2つ目まで来ました。じゃあラスト3つ目ですね。塾に行ってるのに成績が上がらない人、お願いします。参考書とか、はい、問題集あると思うんですけど、はいはいはい、まあ、塾のテキスト込みですよ、はい、もうそれのテキストを、はい、参考書をもう、ね、はい、コロコロ変える人ですね。ああ、なるほどね。まあフレーズとかじゃなくてもう、はい、そうです、ね、毎回違う新品のやつでまた買ってるみたいなね。参考書マニア、問題集マニアになっちゃってる人がいて、はいはい、僕神奈川に神奈川にいたんで、はい、まあ、横浜駅とか、はい、まあ、まあまで出れば、はい、大きな本屋があって、はい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 、まあ一通りの参考書は揃ってるわけですよ、はい、どの科目も、はい、参考書マニアになって、はい、自分の最適解の参考書を探しすぎて、はい、ありとあらゆる参考書を買うっていう人はでも結構いますよ。いや、いますね。いますし、僕浪人生の時に、はい、周りにいました、そういう人。何をそんなたくさん参考書持ってんのみたいな。はいはいはい、僕河合塾だったんですけど、河合塾のテキストしか使ってなくて、はい、ずっと受験直前まで。受験直前に詰め込むために資料紙を買って最後知らない単語をチェックしてって、はい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 、最後穴を埋めていくみたいな作業をしましたけど、はいはいはい、そういうのはいいと思うんですけど、はい、いきなりガン無視して資料紙買って読み込んでですとか、待て待て待てみたいな。いるんや、いるんや。いますよね、先生っつって、このポレポレっていう参考書いいんですよね。いや、そうなんだけど、了承だけど、了承なんだけど、今の君の時期にやるべき ものじゃないし、はいはい、そもそも君の目指すレベルとも違うし、はいはいはい、そもそも君の今の話では多分日本語文すら意味わかんないと思うよっていう、あれ普通に結構日本語文としても読み応えあるんで、まあ、難しいですね、難しいですからね、はい、その息に達したいのに、はい、ポレポレがいいという評論を聞いただけでポレポレ買ってきてポレポレやろうとするみたいな、確かにね、おーいっつってやめっつってみたいな、そういう子とかは。なるほど、フレーズじゃないんですけど、はい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 、行動です。なるほどね、行動ですね、心が行動に現れてるタイプが、はい、そういう
まあね、なるほどね。そうか。じゃあ、まとめますと、一つ目っていうのが、この定期テストどうしたらいいですかみたいな。うん、まあ、自分で考えずにどうしたらいいですかっていうのと、で、二つ目が、もう覚えられませんとか、うん、もうできません、お手上げ状態で。はい、三つ目が、参考書、コロコロ変える参考書博士。まあ、全部に共通するのが不安から来るあれなんでしょうね。安心したいと。うん、だから、先生に答えを求めるし、できないっていう気持ちをずっと味わいたくないから、もう覚えられないんですもん。あるし、いいって聞いた参考書ちょっと気になるか買ってみようみたいな、そうっすか、ちょっとみたいな、不安だから買ってみよう、そう、不安だから買っちゃう。ただ受験って終わるまで結果発表を見るまで安心はできないんで、もうそういうもんだと思ってほしいですね。なので、ぜひその自分で正解を求めていってね。だから参考書をなんか何冊か試すのがいいんですけど、何の力をつけるためにこの参考書を選ぶのかとかっていうその目的を忘れてしまうと、いい悪いだけで選んじゃうと思うんで、ぜひ気をつけてください。はい、はい、また平野さんのチャンネルの方もですね、こちらの概要欄に貼らせていただいております。はい、まあ、あんまり大学生の人が見るっていうのはないかもしれないんですけど、うん、はい、大学生じゃないわ、まあ高校生か。まあただ大学生になってね、それこそ塾講師始めてみようかなっていう人とかはぜひ動画見てみてください。普通の個別指導塾とかアルバイトとかで入ると、まあ研修なしでいきなり現場とか多いんで。あ、多いですね。そうそう、僕もいきなり行って古文やってください、ね、古文みたいな兄弟で、そう、兄弟工学部で入ってきて古文ですかみたいなとかもあったんで、ぜひちょっと困ると思うんで見てみてください。はい、ということで、はい、はい、平野さんコラボ第2弾でした。はい、また好評でしたら第3弾第4弾もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。